150ページ消滅問題の1番です。こういう、展開図を組み立てて、極方体を作ります。その時に1番は辺 AB と平行になる、面はどれですかと、まあ本当はこの形で想像すればいいんですが、ちょっと、難しいかもわからないので、実際に組み立てみると、まあ、こんなふうな形になります。そこで、この辺 AB、 辺 AB というのは、このここですね、この辺 AB と平行な面といえば、それはこの 裏側のこれ、ここですね、この面が平行、辺 AB とこの面ね、それはこの底の面、ちょうど反対側のこの S の面ですね、これもここと平行ですね。というわけで答えは S と T、 S と T がちょうどこの AB と平行になっていることが分かりますか、ね、はい。というわけで、面 S と面 T ですね、はい。それから2番は面 P と垂直になる面、 P と垂直になる面、P というのはここにあるわけですね、ここ。それと垂直というのはこの周りのこういった面ですね、ここの Q とか、その隣の R、 それからここの S、この下の U、 U ですね、これね。というわけで Q、R、S、U、こうなります、ね。面 Q、R、S、U。まあ、この元の展開図を見て、それが想像できるというわけですが、こういった先ほど作ったのを頭に浮かべてやってみると、こういうふうになりますね。